快速、花崎、のサップとは、北海道旅客鉄道が、根室本線の釧路駅根室駅間で運行する、快速列車である。なお、本港では、姉妹列車である、花崎についても記す。1959年9月22日に運行を開始した釧路駅根室駅間の準急、のサップを期限に持つ列車である。1989年5月1日に、のサップが、 急行から快速列車に格下げされる形で運行を開始した。当初はノサップの二往復体制だったが、1992年7月1日に一往復が花崎に名称を変更し、昼間の下り列車と夜間の上り列車がノサップ、早朝の下り列車と昼間の上り列車が花崎として一往復ずつ運行された。2016年3月26日のダイヤ改正で、 普通列車の本数削減が行われた影響で、夜間の上り、ノサップは廃止された。現在は、ノサップ下り1本、花崎1往復が運行されている。ノサップは、北海道根室半島の先端に位置する、ノサップ岬、花崎は、根室本線串路駅根室駅間の愛称である、花崎線が由来となっている。2020年3月14日、現在、 早朝の下り列車と昼間の上り列車が、花咲、昼間の下り列車が、のサップとして運行されている。昼間の下り、のサップと上り、花咲は、釧路駅で札幌駅発着の特急、大空と接続する。このほかかつては、早朝の下り、花咲と夜間の上り、のサップが、釧路駅で夜行特急、マリモに接続していた。なお、マリモが、 根室駅まで延長を運転していた際には、下り、花咲と、上り、のサップは運休し、その時間帯を快速、マリもとして運転した。花咲、くし駅、あっ駅、茶内駅、浜中駅からつ、床駅、べと駅、落石駅、昆布ぶ駅、西し駅、東根し駅、根室駅、のサップ、くし駅、東がし駅、む駅、っぽ駅、上み駅、あっ駅、茶内駅、浜中駅つ、厚 床駅落石駅根室駅2008年1月時点の停車駅出店、交通新聞社、道内時刻表2008年1月号、P166P167、花咲は、下り列車が、釧路駅5時台発、上り列車が根室駅11時台発、のサップは、下り列車が釧路駅11時台発、上り列車が根室駅21時台発の各位置、 往復運転であった。花崎、釧路駅、厚岸駅、茶内駅、浜中駅から厚、床駅、根室駅の札ッ釧路駅、厚岸駅、茶内駅、浜中駅から厚、床駅、落石駅、根室駅。ありがとうございます。